パンノニア、パンノニア、パンノニアは古代に存在した地方名。ローマ帝国の時代には皇帝属州であった。北と東はドナウ川に接し、西はノリクムと上イタリア、南はダルマティアと上もエシアに接した。パンノニアの領域は現在のオーストリア、クロアチア、ハンガリー、セルビア、スロベニア、スロバキア、および ボスニア・ヘルツェゴビナの各国にまたがる。今日では、パンノニアという地名は、ハンガリーのトランスダニュービア地方、トラドニュービア、ハンガリー語、ダナンチェル及び、セルビア等に広がるパンノニア平原を指して使われる。言語学者、ユリウス・ポコルニーによると、パンノニア、パンノニアの語源は、インドヨーロッパ祖語で、沼地や湿ったという意味を表すペンという、言語要素から派生した。 イリュリアである。パンノニアには、もともとはイリュリア人に近い部族である、パンノニア族が住んでいた。紀元前四世紀以降、この地域は多くのケルト人部族からの侵略を受けるようになるが、その頃の出来事についてはあまり知られていない。紀元前三十五年、当時のパンノニアは、ダルマティア族と同盟を結んでいたが、初代ローマ皇帝アウグスティスが侵攻してきて、シスキア、 死者、弦、死作を征服した。紀元前9年、パンノニアは、明確に、ローマ帝国の支配下に入り、イジュリクム族州に併合されて、国境線が、ドナウ川まで広がった。西暦6年、パンノニア族は、ダルマテア族など、他のイジュリア人と連合して、反乱を起こした。激しい戦いが3年間続いたが、結局は、 ローマ帝国のティベリウスとゲルマニクスによって制圧れた。この後にイルリクム族州は新たに二つの族州に分割され、北側がパンノニア族州、南側がダルマティア族州になった。分割が正確にはいつ行われたのかは不明だが、二十年から五十年の間だと考えられている。この地域の隣は攻撃的な蛮族、クアディ族、マルコマンニ族の領域だったので、 ドナウ川の川西には大勢の軍が配備され、後年には7個軍団となった、数多くの砦が建造された。102年から107年までのいずれかの年、2回に渡るダキア戦争の間に、ローマ皇帝トラヤヌスは、パンノニア属州を植え、パンノニア属州、西側と、下パンノニア属州、東側とに再分割し、学者プトレマイオスによると、 この時の分割の境界線は、北のアラボナ、アラーボナ、ン、JL から、南のセルビチウム、セルビシアム、ンを結ぶ線だったが、後には、境界線は東側に移された。二つの属集を合わせて、パンノニアス、パネニアス、パンノニアイと呼ばれることもあった。上、パンノニア属集は、コンスルカクの総督、レガトゥスが支配し、この総督は、 中流部隊として3個のローマ軍団の指揮権を有した。一方のカッパンノニア属州は、はじめはプライトル核の総督が中東部隊として1個軍団を持ち統治したが、皇帝マルクス・アウレデウスの後は、軍団数はそのままに、コンスル核の総督の担当地に変更された。ドナウ川の国境線を守るために、皇帝ハドリアノスによって、アエリアムルシア、イーリア・マーナ、ゲン、 オシエクトアエリア・クインクム、イーリア・クウィンクム、元の二つの植民史が築かれた。皇帝、ディオクレティアヌスの時代に、パンノニアは四つに分割された。また、ディオクレティアヌス帝は、現在のスロベニアにあたる地域をパンノニアから除外し、乗り組む属州に編入した。ディオクレティアヌス帝の死後は、西ローマ帝国に属した。五世紀の半ば。 皇帝ウアレンティニアヌス三世の時代に、パンノニア族州は、紛俗に割上され、ローマ帝国の族州ではなくなった。紛俗の王、アッティラの死後、この地は次々と支配者が変わった。東豪ト王国、456年から471年、ランゴバルド人、530年から568年、アバール人、560年代約800年、スラブ人、 480年頃からこの地に居住しており、800年頃 -900 年頃は独立を果たしたマジャル人、現ハンガリー人、900年または901年以降、ハプスブルク君主国及びオスマン帝国、1526年から1878年、第一次世界大戦の後、この地域はオーストリア、ハンガリー、ユーゴスラビアに分割された。 原住民族の頃はいくつかの村が集まって州を形成していた。主な都市はローマ帝国の時代に作られた。前述した都市以外にも次のような都市が存在した。この地域はもともとかなり豊かであった。広大な森林があり、木材も主要な出荷品目であったが、ローマ皇帝プロブストガレリウスミカドが森林地帯を開墾したことにより、 農産物の出荷が増えて、さらに豊かになった。主要な農産物は、オート麦や大麦で、それを原料として、ビール、サバエアも上流した。一方で、ブドウやオリーブはあまり生産しなかった。また、パンノニアは料金を産出することでも、有名だった。鉱物について記載された資料は見つかっていないが、鉄や銀の鉱山があった可能性もある。水にも恵まれており、 主な河川としては、ドラーバ川、サバ川、ラバ川などがドナウ川に流れ込んでいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。